村田正則は、江戸時代後期の武士、佐賀藩の重臣、村田若狭の通称でも知られる。日本人で2番目に、プロテスタントの洗礼を受けた人物。文化9年、佐賀藩の重臣である、深堀鍋島家の鍋島重時の子として誕生。同じく、佐賀藩重臣で、非前久保田領一万余り石の領主である、村田正常の養子となった。以下のように聖書と出会う以前より、 乱セとして知られた人物であった。海盟6年、日米和親条約の締結によって、函館と下田が開港され、水や薪木の補給が許可されるようになると、外国船が日本に来航するようになった。江戸幕府は、外国船の不法上陸を取り締まるために、沿岸警備の強化を命じた。長崎は、長崎奉行の管轄であったが、佐賀藩などの近隣の藩と提携しており、 聖則は、佐賀藩十代藩主、鍋島直政の命を受けて、長崎に派遣され、長崎奉行の下で警備に従事した。開園7年、イギリス国籍の軍艦が、長崎港に停泊した。当時、イギリス人の上陸はできなかったので、聖則は、佐賀藩士古川礼之助に、軍艦の訪問を命じた。古川は軍艦に訪問した帰りに、 長崎港に一冊の書物が浮かんでいるのを発見して、それを聖ノリに届けた。この本を研究しようとした聖ノリが長崎武行所属のオランダ通詞に内容を確認したところ、英語訳聖書であることが判明した。当時、陽明学を学ぶ者は聖書をも学ぼうとする風潮があった。長崎警備の任期を終え、佐賀藩に帰った聖ノリは安政六年。 家臣の江口梅邸を医学研究のために長崎に派遣した。これには聖書を研究させるという目的もあった。安政5年に日米修好通商条約が締結され、翌安政6年には長崎港を含む4港が開港されて外国人の上陸が許可されるようになった。同年11月、江口は長崎に在住していたオランダ改革派の宣教師、 グイド・フルベッキにあった。フルベッキは同じく、オランダ改革派のジェームス・カーティス・ヘボン宣教師と一緒の船で滞在していた上海から来日したばかりだった。聖書について質問した江口は、フルベッキから聖書がすでに中国語に翻訳されているという情報を得た。文冊で出版されていた、新約聖書、旧約聖書は、長崎の出島での交易によって輸入されていたので、 江口はすぐに漢訳聖書を入手し、聖ノリに届けた。村田は独学で理解しようとしたが、江口は漢訳聖書をよく理解できなかった。そこで聖ノリは、文久2年に江口梅帝と元の森道、実帝の綾部みゆき博士を長崎に派遣して、古ッキの元で研究させた。なお、江口は後に医者として活躍したが、生涯洗礼を受けることはなかった。 聖ノリは、江口、元の、京を通して、間接的に聖書を学び、弓道を始めるようになった。慶応2年5月14日、自ら長崎の古べっきを訪ねて、直接聖書を学び、そして、5月20日のペンテコステの日に、京と共に、古べっきから洗礼を受けた。前年11月、横浜で洗礼を受けたヘボンの日本語教師、矢野山に続いて、 日本のプロテスタント二番目の受選者であった。三年後には、聖ノリの家族と清水宮内という名の僧侶も、古別きから洗礼を受けた。その後、古別きは、明治政府から招聘されて、東京で大学教授になり、長崎を離れる。まだ明治政府が、江戸幕府から続くキリスト教禁制を継承しており、当11代藩主。 鍋島直弘に洗礼を受けたことを報告し、処分を願い出たが、直弘は過労の職をと緊急させるに止めた。聖のりは、明治5年に没するまで、漢訳聖書から日本語への聖書翻訳に余生を費やした。村田の死後も、公認のヘンリー・スタウトの指導の下、佐賀藩士や近隣の者らが聖書の和訳に取り組みながら、集会を続けた。 この集会から川崎敏夫と吉富にテーラーの伝道者が育った。そして、長崎日本キリスト公会から瀬川麻、栗原建明が佐賀の集会の伝道を支援した。教会員数が拡大し、明治13年2月に街道を辻堂に移し、講義書を形成した。明治13年より、富川一郎が派遣され教会の基礎を築いた。明治18年に、 佐賀電動所と解消した。川崎敏夫が定住電動車に就任した。明治23年には佐賀市ヨガ町にスタウトの設計による街道が落成した。これが今日の日本キリスト教団佐賀教会である。大正4年、聖護位を追贈された。ありがとうございます。